今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります大和運輸株式会社阿蘇支店にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢、そしてご住所教えてください。北澤奈々です。20歳の内巻に住んでます。北澤さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経ちますか？今年で3年目です。普段はどんなお仕事をされているんですか？荷物の受付や、事務作業をしてます。お仕事の楽しいところだったり、お客様との中で、嬉しかったこととか何かありますか？荷物を届けた時のお客さんの嬉しそうな顔とか、ありがとうって言われた時ですかね。普段のお仕事の中で気をつけていることとかありますか？お客さんの荷物を、ミスなく届くように、丁寧に扱ってます。では普段のお仕事の中で何か嬉しかったこととか何かありますか？顔とか名前とか覚えてもらって、忙しい時とかに差し入れをいただいたり、頑張れって言ってくれるお客さんがいるので嬉しいです。ではちょっとプライベートなこともお伺いしますが、結婚願望とかはありますか？今はないけどいつかはできたらいいなぐらいですね。どんな人がタイプですか？優しくて包容力がある人です。じゃあそんな人とアソシーでデートするならどこに行きたいですか？カフェ巡りでは最後にカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。先輩方もみんな優しくて分け合い合いとした会社です。一緒に働いている方大歓迎してますので、ぜひお待ちしております。はい。今月のフレッシュマンは、阿蘇市黒川にあります大和運輸株式会社阿蘇支店にお勤めの北澤さんをご紹介しました。では最後にいいですか？せーの、フレッシュマン、さよなら